中学生なんかよくやってる打ち込みだけど、小学生もちょっとやるよね。今まで打ち込みで、こうやってね、直接ここかけるとこまでやってたけど、アライブしてもそういう時に、中学生とか高校生でやるやつ。途中で、この、止めるやつね。今まではこうやってみんなね、こういうふうに最後、投げる手前までやってたけど、今度はそこまで行かないようにして、この、打ち出し、出しっぱなしでもいいから、1、1、2、2で、このね、2の足を上げての、この足の半分に、ちゃんと。こっちの1の足で膝を曲げないと2の足が入らないからね。でね、その時にね、小学生にありがちなのが、こんなのダメなんだよ。今度しっかりやったら貼り付けるね。こうしっかりつけて貼り付けといて、少しこうイメージからするとこう体操ってやるじゃん。ラジオ体操とか。ああいう感じで、少しこう、傾けて、自分の横に貼り付けるようにしてください。あとね、中学生もそうだけど、これ、スポーツでもやっちゃいけないことがあるんだけど、柔道が格闘技だっての残ってるのが、投げることに関したら、1、2秒だったら、掴んじゃ悪い場所掴んでもいいですよってルールが、ね、存在してるから、奥襟って小学生持っちゃ悪いんじゃないのって言われても、投げるために1、2秒掴んで、ボーンって飛んじゃえば、OK になって1本で負けちゃうから、ね、だから奥襟、バーンって掴まれたとしても、ね、耐えないとダメなんだよ、1、2秒は。グーグーグーってなって、これでダメだよ。かけられてる間中は OK になるから、これやっぱり 4,5 秒耐えて、このくらい動くぐらいまで耐えないと相手に反則がいかないから、ね、分かる。無理な巻き込みって言って、このまま直接こうやっていくのも反則なんだけど、小学生はね。だけどこれでバーンって飛んじゃったら一本負けしちゃうから、その辺気をつけてね。格闘技だから、多分武道だからそれが生きてきてると思うから、ね、1、2秒ぐらい我慢しなくて反則も何もないですよってとこがあるから、ね、だからこうやって持ち方も、片方半分からこっちを掴んだとしても、スパーッと入って投げちゃえば OK になっちゃうから。だから自分もそうだよ。ここ掴まないで、ここ持っててバーンってかけて投げちゃえば OK。 その代わり、ここをこうやってずっと持ってるとね、初めは6秒ぐらいで指導が来るけど、ね、今のルールだと、もうこれ次2度目やった場合、1秒2秒でも反則が来るからね。よく知ってるだろ。昔は1回につき6秒っていう間があったんだ。今のルールだと1回6秒ぐらいで、これ片方変形的な変則な組み方で反則取られると、次もやってこのままかけないと、こうやってると3秒でも来るから、1秒でも指導が、同じ反則が懲りてないなっていうことで来るから、気をつけてね。いや、1秒しか持ってないじゃん。もう6秒ルールっていうのがなくなったから。最初はいいかもしれない、小学生なんか、まあしょうがない。でもそれで1回指導をもらったってことは、2回目こんなん持っててもたもたやってればすぐ来るから、2秒で来ると思ってる。でもバチンって持ったらもうかけていかないから、同じ行為は2回目は6秒じゃないから、もう一発反則が来るから、そこで指導が2個になっちゃうから、分かる？それ覚えとかないとあれだよ。でまだちょっとしか持ってないじゃん、通用しないから。だったらまたやり方を今度変えてみるとかね、そういうふうにやって今の打ち込みをやるんでやってください。
Emirates。